幹線をご利用くださいまして、わさびなしで大丈夫です。はい、ありがとうございます。大きい。さあ、600円で。はい。いただきます。プリプリ。ちょっと一口と思った。ごちそうさまでした。これはマジで美味しすぎる。はい、いただき
めちゃめちゃ美味しそう。醤油つけるんやって、これに。めっちゃ食べるの久しぶりや、うん、あこ、なんでこんな美味しい、作り方するんですか。あ、普通ですか。なんか金箔のせんの大変なんかなって思って。それは、はい、大変です。それ金箔ですか。そうです。この道何年ですか。2年半。あ、でもすごい。ありがとうございます。いただきますね。はい、いただきます。あ、ありがとうございます。いただきます。うん、溶けよるわ。うま。
市場でもうたらふく食べて大満足したので、これからホテルに向かおうと思います。ホテルでもねちょっと予定を入れてるので、そちらも満喫していこうと思います。バイバイ。360度カメラです。今私は360度カメラをしています。この部屋はめちゃめちゃテンション上がる。高さあるのがいいよね。失礼します。よいしょ。うーわ、こんなところで一人で寝ていいんですか。ブラインド開けさせていただきます。いい光。今にも雨が降り出しそうな空やな。お風呂もめちゃめちゃナチュラルテイストよ。私待って、こういう家に住みたいんだけど。こんな家に住みたいです。ここはなんか入れるようになってんのかな。あ、タンス。そしてその下に、あ、冷蔵庫や冷蔵庫。はい、こんな感じの冷蔵庫と、え、待って、これさ、ここを水入れてくださいよってこと？冷やしてもいけますよってこと？え、むっちゃ親切やん。そしてこっちが金庫ですね。見て、ここめっちゃ可愛いが。ここにさ、1週間ぐらい滞在したいよ、私。あー、最高。めっちゃ癒される。館内でやってる体験アクティビティ行ってきます。めっちゃ楽しみ。生ラクダン作り体験、楽しみ。はい、大丈夫です。こんなもんで、はい。軽く親指で軽く、はい。結構押しますか。結構押します。結構押し、お皿が乗るまでくらいに押していきます。はい。あ、来た。すごい。おお。すごい。おお、すごい。層になってる。頭もう一個ございますので、ぜひ2回目のチャレンジをしてみてください。すごい、綺麗。いけてますかね。おお、かわいい。
い。本日の生ラクマ体験終了しました。ありがとうございます。ここでありがとうございました。ありがとうございました。行きました。おも初めてラクガンというものを作ってみました。いただきます。このマッシというのが金沢の方言で何々してみてね、何々してみてください、そんな意味が込められております。全てを味わい尽くす体験にしていきましょう。楽しそう。ありがとうございます。と呼ばれる温水でございます。また雰囲気をガラッと変えて、はい、こちらの道に入ってまいります。はい、わあ、いいなあ。新天地というエリアに入ってまいりました。はい、まっすぐ見ていただくと新しい天の地という看板が出ています。あ、はい、こちらが新天地というエリア。新天地の中でのビートスポット、中央未食街と呼ばれるエリアです。うわあ、素敵。中央未食街、そこに感じました。まずは収納美食店。この小さいエリアだけでも20店舗ほど。20店舗すごいです。地元の方は2、3軒目とか、あ、自分のお店を閉めた後にこちらに飲むと。へぇ、宮街に。あらららら。へぇ、金沢の中でも一二を争うほど古い、飲み屋街でございます。以前あった焼き鳥屋さんのお店の名前なんです。残念ながら今一つもないんですけれども、もちろん使われてて、おでん屋さんだったり洋食屋さんだったり、もちろん焼き鳥屋さんだったり。次は江戸時代の金沢に。江戸時代、なんかガラリと雰囲気が。一個ずつ長屋門と呼ばれる門が作られています。こういう門うわ、なんか時代を感じますね、これ。羊羹ですけど、はい、一番人気のカカオチョコの羊羹とホワイトチョコの羊羹ですね。いただきます。おいしい。召し上がってる方ごめんなさい。おいしいですもんね。いけないな。チョコレートのようなんですね。今私たちがいるこのエリアが長町武家屋敷跡というエリアでございます。はい、うわー、クリームソーダ。200年以上ある草木焼き屋さんでございます。リーズナブルな価格帯のものから人間国宝の方が作られたものまで飾ってあります。素敵だわね。ああ、夏らしいですね。それのご挨拶だけこちらで。寂しい。時間少しのお散歩でしたが、いかがでしたでしょうか。楽しかったです。良かったです。誠にありがとうございました。ありがとうございました。本当に結構味違うんですかね。分かると思います。いただきます。南蛮漬け。お、南蛮漬け。で、枝豆とカツノコの和え物。はい。で、タコワサ。あ、美味しそう。かわいい。うん。おいしい。
ックしないといけないですね。どら焼きが可愛い。めちゃめちゃ海水浴行く気満々のキティちゃんですもんねこれ。確かにネバネバ感が噛んだら出てきます。若干なんかモロヘイヤみたいな。うん、美味しいこれ。うん、美味しそう。うん、これはめちゃめちゃ美味しいですね。お米が進む味してますもん。これ湯飲みどこで買ったんですか？なくなってしまったんやけど。めっちゃ出てくる。かわいい。そしてこの湯飲み。これですね、ランダムで何が当たるか分かんないですね、湯飲みじゃ。歴史のやつと格言のやつとあるんですよ。おお。なんだこれ、戦国の姫。面白い。武将の名言とか。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。という間に一日が終わっていくわけなんですけれど、早すぎんか一日。売店に売ってた入浴剤買ってきました。茶屋美人の湯、梅の香り、金箔を配合した入浴料。なんで、待って、金箔待って。無理や。お風呂入ったら眠ったさえげつないわ。おばさんたちをいたまくられちゃうイベント。
りました。行ってきます。で帰ってくるっていうね。11時にチェックアウトして、今着物レンタルに向かってます。浴衣をレンタルして金沢をね散歩しようと思ってます。そして午前中めちゃめちゃ雨降っててんけど、なんと晴れました。えホテルから着物レンタルのところまでは歩いて20分ぐらいだから、カンカン照りでもないからね、歩いていこうかなと思って今歩いてます。ということで浴衣レンタルして楽しんできます。行ってきます。この辺どっかにあるはず。うん、でこちらの、ピンク色が出てる石ですね。ここから、はい、こちらの黒いお着物、はい、こちらまでが4500円のお着物です。首元とかお手点つけれるです。うん、こちらもテレビ案内しておりますので、はい、つけたいです。かわいい、はい、よかったらお声かけください。はい、こういう浴衣でもあのレースとかつけても可愛いですか？全然大丈夫です。本当ですか？じゃあこれにしようかなと、はい、思います。可愛いです。ちょっとクスン系の、うん、ちょっとこういうデザインも、ね、あー、はいはいはい、アンティーク系の、はい、これでお願いします。このなんですけど、はい、ちょっとこういう細めのタイプか、はい、太めのタイプも、はい、これでお願いします。こちらで、はい、あ、かわいい。こんな感じです。はい、ということで浴衣着付けしてもらいました。めちゃめちゃ可愛い。自分の好きなもので詰め合わせれるからいいですね。可愛い、めっちゃ満足。今日は兼六園に行ってきます。坂の上、ほっほっ、ちょっと見てください、この雰囲気たまらん。ここごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。ちょこちょこ雨降ったりしてて、めちゃめちゃ過ごしやすい気温になってきました。今日の天気は小雨、ちょっと台風が来てるから夕方とかもしかしたら土砂降りになるかもしれん。わ、待って、雨結構降ってきたかも。あ、雨やばいかも。しっかり雨が降ってきました。雨がすごいめっちゃ降ってきた。
ちょっと待って待って。帰ります。チブですか？ジブ。ジブ。はい。ジブ鍋定食の兼六。はい。はい。以上でお願いします。はい、こちらは一番様ですね。はい、一番です。いただきます。コレクションです、これ。こうやってまた訪れたい街が一つ増えてしまいましたね。一泊二日ほんま足りひんかった。めちゃめちゃ楽しかった。今時間が3時前なんですけど、今からホテル戻って荷物取りに行って、ちょっとホテルのカフェでお茶して帰っていこうと思います。めっちゃ楽しかった。ありがとう金沢。ここに自分でかけるんですか？で、はい、うん、こんな感じで貼り締まっていただきます。面白い。入刀いたします。断面図。あのさ、みんなに断面図を見せたかっただけなのに。いただきます。100% さつまいもって言ってたんやけど、めっちゃ美味しい。ということで帰っていきます。いやー楽しかった。あっという間やった。この電車は輝きを